魂や勝負ですやった舞を人差し説教的確認えい舞を人差しはっはさあ行くよたえい頑張らないとたえい今こそはった頑張らないとでごめん痛いかしらえいあらんたあ頑張らないととおい昔、この地がまだ人のものであった頃、鬼と呼ばれる異形の怪物が現れ、人の世を蹂躙して回った。人々はなすすべなく、恐怖に震えながら、嵐が過ぎるのを待った。そこに、一人の戦士が現れて言った。私は遠い彼方から、鬼と戦う手段を伝えに来た。あなたたちが望むなら、私は必要なすべてを教えよう。だから私と一緒に戦って、と。戦士の呼びかけに応え、多くの勇者たちが立ち上がった。人々は彼らをこう呼んだ。金眼四つ目の守り人、もののふと。それから千年、人の世は再び暗闇の中に沈もうとしていた。今からその物語を語ろう。おい、消えてねえだろうな。邪魔するぞ。無事みてえだな。よく眠れたか？早速だが、今日から働いてもらう。
お前の体を考えるとあまり悠長にしてられん。まずは里の正式なものの符になれ。呪いを解くには人と交わってこの世界との結びつきを持つことが必要だ。私は鬼の手で後から合流する。後から合流？まあ見ていろ。ああそれと時継ぐに里を案内してもらえ。これからモノノフになるんだ。使う施設ぐらい知っておけ。特に御霊の扱い方は念入りに聞いておけ。記憶がない以上一からやり直しだ。じゃあしっかりな。相変わらずの俺様野郎だな。まあそういうわけだ。里の探検と行こうぜ。いらっしゃい。今日はどうしますか？あなた様が。よう、クオン。ちょいと新入りを紹介してんだが。存じ上げております。時継様、本日はどのようなご用件でしょうか？話が早くて助かるぜ。こいつに御霊のことを教えてくれねえか？御霊でございますか。なるほど。私は御霊の御子、戦学の身ですが、知っていることをお話ししましょう。よろしいですか？御霊はモノノフの力の根源、鬼に囚われた英雄の魂です。その魂を鬼より取り戻し、力となすのあなたの体にも力強き御霊が宿っております。それがどなたの御霊かお分かりですか？源義経、平安時代を生きた若き英雄ですね。おや、別の御霊の存在も感じます。あなたは複数の御霊を宿すのですね。なぜあなたにそのような素質があるのか私には分かりかねますが、その素質を帰化とし、さまざまな御霊を集めると良いでしょう。まずは御霊を装着してはいかがでしょう。九郎方眼義経、いざ参る。御霊は戦いの経験を重ねることで、少しずつその真なる力を解放していきます。積むべき経験は様々です。御霊の声に耳を傾けるとよろしいでしょう。ちなみにですが、私は御霊の成長を促す技を心得ています。早く御霊を成長させたいときは私の再始動にお立ち寄りください。また趣味で小料理屋も営んでおります。そちらもどうぞご贔屓に。御霊はあなたの友であり力の源。それでは行ってらっしゃいませ、お客様。いらっしゃい。お疲れ様です。出
発進行だ。あなたは。また会いましたね。時継ぐの、私に何かご用ですか？ああ、実はな。そうですか。ヤクモが私に任せると。ちょいと事情があってな。こいつは里のもののふになる必要がある。わかりました。僭越ですが、私がお預かりしましょう。なんだ、新入りか。面白そうなやつじゃねえか。ちょっと俺と遊んでけよ。オムラ、少しおとなしくしていてください。ああ、つまんねえな。こちらはホムラ、あなたの同僚になります。少しバカですが、根は善人です。仲良くしてやってください。いや、誰がバカだ。つら覚えとくぜ、ちんり。こいつらはこの絵でも侍でもねえ、独立部隊みたいなもんだ。俺たちの協力者でな。たまに発明品の実験を手伝ってもらってる。博士には第四がありますから、少しでも恩返しになればと思っています。それはさておき、私とホムラはこれから任務に向かうところです。昨日襲撃があったばかりですから、周辺の紹介をすることになっています。よければ二人も任務に協力してくれませんか？いいのか？こいつはまだ里のもののふじゃねえぜ。構いません。腕前は昨日見せてもらいました。それにこの任務をもって証の儀とすればよいと思っています。なるほどな、そういうことか。あなたが里のもののふになるためには証の儀を行う必要があります。まほろばの里の伝統で、新参者の力を試す儀式のようなものです。簡単な任務を与え、その結果によって里のもののふにふさわしいか判断します。ヤクモが私に任せると言ったのであれば、私が試験官に選ばれたということでしょう。であれば、この任務をもってあなたの証の儀としたいと思います。任務にはいくつかの目標があります。それをすべて達成した上で、異界近くの監視小屋まで来てください。無論あなた一人の力でやれますか？迷いのない良い目です。何かあったら迷わず里に戻れ。いいな。勝手にくたばんじゃねえぞ。大丈夫です。己を見失わなければ勝機は常にあります。では監視小屋で会いましょう。何時に英雄の導きがあらんことを。
ポンコツめ。あー、こちら博士、聞こえるか。お、つながったか。よしよし、やっと動いたな。ふん、頑張って。驚いてるな。鬼の手につけておいた通信機能を使っている。これまで巫女に頼るしかなかった念話を万人に開く天才的発明だ。だから言っただろ、後で合流すると。確か証の日の最中だ。ガキの討伐に素材の採取、簡単な任務だ。さっさと片付けてしまう。終点の監視小屋は西の端にあるはずだ。地図を見て確認するのか。目標を達成したな。あとは西にある監視小屋に行くだけだ。気をつけていくんだな。以上、通信を終わる。Thank you.
無事か？えい！守備はどうですか？確かに目標を達成していますね。お見事です。あなたには簡単すぎたようですね。よし、これでお前も晴れてモノノフだな。ちょいと気が早いぜ小せえの。誰が小せえのだ。よっこ気づいてんだろ、囲まれてるぜ。ふん、分かってるよ。試練です。私と共に目の前の全ての鬼を撃ってください。勇者の力を見せてやる。希望に向かい歩みましょう。いい援護です。みんな怪我はありませんか？この程度であるわけねえだろ。ケツに噛みつかれそうになってたくせによく言うぜ。母ちゃんいいだろうな。母ちゃん、オムラもまだまだですね。あなたは大丈夫ですか？ならよかった。あなたは見事に任務を果たしました。この結果を報告すれば里のもののふになるのに誰もいなとは言わないでしょう。私が試験官として認めます。あなたは証の儀に合格しました。ただいまをもってあなたを
里の正式なもののふとして迎えます。ようこそまほろばの里に。よし、やったな。はじめの一歩ってやつだ。これからよろしく頼むぜ。いちいちまどろっこしいんだよ。腕が立つなら最初からもののふでいいだろ。万人を納得させるには手続きが必要になる時もあります。本部には私から報告しておきます。今後は自由に任務を受けられるでしょう。務めは果たしました。さあ帰りましょう。より良き国のため。これでいいだろう。おいおい、いらっしゃい。今日からも腕を磨いていきます。Thank you.
モノノフの使命を果たします。行きましょう。ぼちぼち行くか。ざっとこんなもんだな。腹減ったぜ。さっさと帰ろうぜ。
見事な成果だ。何揉めてる。
行きましょう。おいおい、俺らが探すのかよ。悪かねえ考えだが、異界は広大だ。俺たちだけじゃじく。その点は心配するな。出たな、地獄耳。鬼の痕跡をたどる手段がある。全域を捜索せずとも部隊を発見でき、部隊が消息を絶った場所は分かる。ならそこから痕跡をたどり、現場指揮はお前が取れ。鬼の手の扱いに鬼の手を使って痕跡をた、時間が惜しい。すぐにでも取りかかるぞ。私の目的は鬼に勝つことだ。人間相手に争っている暇などない。任せておけ。西の監視小屋付近に異界への入り口がある。そこから暗の領域の遺跡を目指せ。あとは私が通信で指示する。よし、しっかりな、からくり使い諸君。希望に向かい歩みましょう。希望に向かい。苦労報告。いらっしゃい。これからも腕。Thank you.
よし、監視小屋だな。西側に門が見えんだろ。それが異界への入り口だ。地図で目的地を確認しとくんだな。空気が冷えてきた。気を引き締めてください。死にますよ。ねえねえ、わーびるよ。異変を感じますか？ここから先は異界、正気に満ちています。鬼が生み出す霧状の毒物です。正体は不明ですが、人を死に至らしめます。我ら物の不も長くは耐えられません。行動限界に気をつけてください。これで正気を取り留めたら命を取りません。いい援護です。頑張らないと。できたかしら。見えてるか、新入り。あのバカでけえ塔に出てくらしい。しかし、あんなもん誰が作ったんだ。大間が時の前はなかったんだろ。結界で隠されていたようです。それが大間が時で溶けたと聞きます。Yeah.
見事でした。こちら博士、どうだ、そろそろ遺跡に着いたか。ドンピシャだな。もうすぐ着くところだぜ。よし、入り口に到着次第鬼の目を使って周囲を確認しろ。鬼の目？それで何が見えんだよ。見てのお楽しみだ。なんだこりゃ、足跡か。よし、機能しているようだな。おい、こいつは何なんだ。思念の残りがだ。宣告までそこにいた鬼のな。鬼の手を介してそれを実体化している。その痕跡を追えばたどり着けるはずだ。行方不明の部隊と大型鬼の居場所にな。はあ、こいつは面白い。鬼の動きが丸見えだ。急いで痕跡を追いましょう。
私も頑張るよ。技ありだぜ。摂政の席果たします。摂政の席果たします。